愛媛県美術館では正体不明のストリートアーティストバンクシーの展覧会が始まりました。バンクシーは世界各地の壁や橋などにゲリラ的に絵を描いていて、さまざまな社会問題について問いかけるメッセージ性の高い作品で知られています。会場にはバンクシーと世界中のストリートアーティストの作品およそ100点が展示されていて、初日のおとといはバンクシーの作品を目当てに多くのファンが会場に詰めかけ、作品と一緒に写真を撮るなどしてバンクシーの作り出す世界観を楽しんでいました。生で見るの初めてだったんですけど、やっぱりこう、ね、色の線がこうすごい綺麗に描かれてて、もうすごい感動しました。世界に訴えかけるようなその作品がたくさんあって、それをなんかいっぱいいろんな人たちにも見てほしい作品がたくさんあるなって感じました。このバンクシー展は11月17日まで県美術館で開かれています。